はい、始まりました、はい、元町映画館に映画見るのに困ったらせーのシネマヒロマ、はいはい、ということでですね、はい、リニューアルしてニューシネマヒロマパラダイスとしていつまでにリニューアルしましたけどやってますけども、はい、何回目になるでしょうか。今回はですね、今年の1月から、はい、お客様にですね投票していただいてた2015年元町映画館ベストアンコールということで、うん、投票を募りまして2015年元町映画館に上映されましたすべての作品からですね、うん、お客様から投票いただいてもう一度劇場で見たいという作品をですね、アンコール上映という形でですね、はい、4月の23日からですね1週間限定で公開することになりまして、うん、今回はその該当作品をですねいよいよ決定したということで、うん、紹介したいと思います、はい、まずはですね、ツイッターなどでも告知しております、4作品ございまして、そのうちの2作品がですね前回発表させていただきました。こちら、はい、安藤サクラさん主演のですね、100円の恋、そしてですね、スチュアート・マードック監督のですねこちら、うん、ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール、こちら以上の2作品がですね、4月23日から、公開されることになったんですけども、残りですね2作品がまだ発表してなかったということで、今回この場を借りてですねぜひ発表させていただきたいなと思っております。はい、早速ではございますが、はい、今回ですね、元町映画館で、公開される作品で、公開、アンコール上映という形で、復活上映となった作品を紹介していただきたいと思います、うん、では 第4位の作品ですね。そうですね、あのこちらが第3位で、はい、100円の恋が第2位だったんですね。今回は1位と4位が1位と4位を、ね、発表してないということなんですけど、ではまずちょっとこれ見えとんじゃん。はい、どういうかこれ何ですか。俺目悪いから、ね、あ大丈夫、見えてないですね、見えてないです、見えてないです。はい、気を取り直して、はい、はい、第4位の作品はドロロ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 ロ、じゃん、マミー。はい、それはやんでます。こちらですね、グザレ・ドラン監督のマミー、どんな作品でしたか。ありましたね、どんな作品でしたか。どんな作品、マミーは、ね、この少年と、その親の、はい、親子愛を描いた作品でございます、はい、まあ、ざっくりね説明しましたけど、ザビエ・ドラン監督の、はい、スピーチも印象的でしたし、当館では、うん、昨年ですね、ザビエ・ドランの過去作品の一挙上映という形で、はい、コンプリートされたお客様もいらっしゃるのではないかと思いますが、はい、その、ザビエ・ドラン監督の、マミーが、アンコール上映として再び元町映画館で上映することになりました。皆様、ね、ぜひぜひ見ていただきたいと思いますね、うん、はい、そして第流行るですね、2015年お客様の投票による、第1位の作品は、はい、こちらになりました。ドロローじゃん、ハッピーアワー。こちらですね、こちら覚えていらっしゃいますでしょうか。12月5日からですね、はい、去年の12月5日から約1ヶ月間当館でもぶち抜きで1ヶ月間上映した、はい、山口竜介監督のですね、ハッピーアワーが見事1位に、輝きまして、当館で復活上映という形で、公開されることになりました。ハッピーアワーです。これは実はですね、はい、スタッフ間の投票でも1位なんですよ、はい、ね、なんでお客様そしてスタッフ、はい、2人じゃないけどお客さんとスタッフの気持ちが一つになったよって、ね、そうですね、まあ、だからもう変な話、圧倒的みたいですね。そうですね、結構圧倒的な1位で、うん、こちらの作品でやっぱね、やっぱこんな言うことではないんですけどもね、やっぱ総尺5時間17分の作品で、はい、初めて神戸でですね、うん、撮影されたということで、先行公開がもう、ありがたい話で元町映画館でさせていただいて、初日には監督も含めたキャストの方十何名がですね、舞台に上がって舞台挨拶もさせていただいて、お祭り騒ぎだったわけですが、でこちらの作品見逃した方やっぱいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあね、年末の時期に長尺なの で、はい、ちょっと予定つかまんかとか、うん、まあ、その長尺に、はい、まあね、躊躇して見れなかった人いるかと思います、はい、けど、まあ、騙されたと思ってね、ぜひですね、みんなが選んだ1位ですから、はいはい、見ていただきたいと思います、ね、やっぱ神戸が舞台となってますんで、神戸に住んでる方はですね、うん、ぜひ見ていただきたいですしね、うん、やっぱりね、いろんな賞を取ってるし、この5時間17分実際席に座って見ていただくというこの感覚はですね、やっぱり劇場でしか味わえないと思いますので、うん、ぜひこの機会ですね、
ハッピーアワー、そして他の作品もぜひぜひ見ていただければと思っております、はい、今回は4月23日から1週間限定で、はい、どの作品も日替わりスケジュールで公開いたします。お得な3回券、そしてハッピーアワーの1、2、3部と分けたお得な回数券も販売する予定ですので、ぜひ元町映画館のですね、公式ホームページなどもご覧になっていただければと思います、うん、4月23日から1週間、こちらハッピーアワー、そして安藤サクラさん主演アカデミー賞主演女優賞おめでとうございます、100円の恋、はい、そして第3位はこちらゴッドヘルプザガール、そして、はい、グラビアドラマ監督のマミということで、以上ですね、こちらの4作品を当館では復活上映ということで、改めて1週間ですね、上映いたします、はい、4月の23日から1週間上映いたしますので、ぜひぜひ学生さんはいつも通り1000円です。学生はいつも通り1000円でご覧になりますので、強調しましたね、はい、ぜひぜひ見逃した方、そしてもう一度劇場で見たい方は元町映画館に通っていただければと思います。この1週間元町映画館1日追っても飽きないと思いますので、ぜひぜひ、ね、はい、皆様4月23日からスケジュール帳に、記載の方ですね、予約しておいていただければと思います。それでは皆様投票の方ありがとうございました。以上、こちらの4作品が見事アンコール上になりまして、トップ10もまたブログの方でアップいたしますので、そちらも確認していただければと思います、はい、では皆様こちら4月23日から上映いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。